西村秀信の社長工場西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場では イインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタントの西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますよろししくお願いします本日はですね、えー、会社経営をされているという30代の方からの質問なんでこれにズバリ答えてもらおうかと思います,、はい、大丈夫ですかこれ あ可能性ありますね、これね本当にあのもう今や社長、代表に面と向かって言えないから、この,えあのポッドキャストを活用しているてい <laughs> 代表にって言った時点でう、<laughs> 俺の友達でもないじゃないですか、もううちの社員とかグループの社長じゃないですか。<laughs> ありえますよよやだよ <laughs> <laughs> 30代の方っていうなってますから大丈夫ですああ大丈夫ですか違う人ですならいいですけどいやたまに本当になんかあのね友達がなんかステルスしてくる時とかがあってありえますよねこれねでもね本当に確かにそうやって聞いてくれてる人もいるでしょうから最近はめんどくさいんでいやめんどくさいって言わないいきますよ毎週楽しく勉強させていただいております今私小さなベンチャーを経営しておりますといずれは会社を大きくしたいと思っておりますしかし 株式についてあまり理解していないので教えてほしいんですとなるほど会社を大きくするためにはやはり上場を目指すべきなのでしょうか、はい、また社員にも株を持たせるべきなのでしょうか工場長、アドバイスをお願いします、まあ評価できるのは俺を工場長と呼んでるところぐらいですね素晴らしい <laughs> すっかりちゃんとこう皆さんね <laughs> 身についていただいて、はい、そもそもあれですよねこれ上場上場ってみんな言いますけど、はい、ねえ。はい これどういうふうに理解したらいいんですかね、会社というのはまず作りますわね、作りますで。株式会社作る、でもその持ち株というのは、基本、大体まあ社長だったり、はい、そこの社員、まあまあ社員というか、役員が持ってたり、うん、まあそうですね、大体日本は経営と資本分離してないことが多いですからね、ね、うん、ですから、まあ、僕ももちろん会社やってますけど、はい、僕しか株持ってなくて、はいで、なんかほとんど個人企業のような会社みたいなのが多いわけじゃないですか。で,すねはい、で、彼の場合はもうベンチャーで社員がいるということなので。はい 上場を目指すというのは、何のために目指すのかという,う話になるんですけど、はい、そうですよね、本当に、えー、だから僕も本当、それを聞きたい、うん、何んのために。これ、じゃあ、上場のメリットって、例えばちょっと、ひでちゃん側からおし教えてもらえますか、みな皆さん、要するに会社作って、その後店頭公開して上場するのは、何のためなのか、基本は資金調達のためのはずですけどなるほど。 一般的にはそうですけれども、あとよく言われるのが、社会的信用がつくとか、ブランドが上がるとか、似たようなもんかな、要は、ある意味、株主が一般の方たちになっていくわけなので。なって、上場したぞって言って、あの金を鳴らすのはあなたになって。なりますね、ジャスラックだったり、東証一部二部だったりとか、鳴らしてみまして、握手して、あれで、そうか、信用を得ると。で、公なものになって。 白日のとにされるわけでこの人たち素晴らしいあるよってなって。ってなって指揮とかにも出るようになって。なはもう公共の器なりよって。なるほど。好きなりよってなって。そうすると、そうか、今、ヒデちゃんが言ってた信用は間違いなく得られますわね、その仲間入りですから、常にと。ガラス張りなりよって話になるわけじゃないですか。言言っていいた資金調達ととうう点で 株をみんな買ってくれるようになるからということですね。市場で結局株式を売り出すんで。要はある意味でいうと、紙切れみたいなものがお金になるわけだから、そのお金を使ってその会社はどんどん大きくいろんなビジネスを展開していけばいいとっていうのが基本ですよね。基本と。じゃあそのために大体みんな上場するわけですね。はははは。ってなると、べきだっていう感じですよね。べきだ。つまり、いデちゃんの社長工場も、このなってくれた社長さんには上場までを。 目指させるんんですかあんまりそれはお勧めしてないですねっちゃん、はい、はどちらかというとそれは別にゴールではないと、はいうん、ゴールではないっていうか、うん、やりたきゃやればいいと思うけど、うん、ま,あまずはそのちっちゃいサイズで上場するだから時価総額10億とか20億とかでか上場維持コストと上場するためのコストとか上場維持してるためのコストとかって5000万1億ってかかるわけですよまたかかるわけだかかるんですよ はあ上場維持コストなんて全く知らない。うん。そうなんだ。かかります。あの何あの金のレンタル代みたいなやつ。そうそうそう。キズチとセットで四千九百八十万円。うん分かってるなみんなと。はい。分割する。回収されてんだあれ。そんなわけない。売っちゃダメだあの金。そうなんだ。うん。ですからじゃあ上場する当然リスクもあると。ああありますもちろんねだって。 何度も言いますけど、うん、後期ですから公の器ですから何、はいはい、か悪さしたら目線に入れてもらえませんよ<あ>きっと確かによくありますよねその何か問題起きて一回その株が結局買えなくなったりだとか、うん、やれストップ安だなんて上、はい、がっては結局退場みたいな、はい、聞きますね、はいはい、俺はコンビニで喜んン買える人生がいいもの。 ははこれそうか、西村代表がまたなんかそういったところで悪さしてましたよみたいなものを SNS で叩かれ <laughs> つぶやたかれてなんかすると、はい、上場してると、いことになるわけですねでも俺ならまだ目線は入るんじゃないかなみたいな。<laughs> まあまあ、はい、理解してる人が多かったですけど。I グループの NC とか書かれるかもしれないけどまあ、賞があるぐらいになるけど。はい、でも、これ、うち上場してたら、インスタイルの西村社長が、なるほど、ね、コンビニで幼女のエロ本15冊みたいなね。ああ、あの会社、大丈夫かと。はいはい ちなみに俺、ロリコン趣味はないんでい。そうですよね、はい、そこ否定しておかないと実際買ってんだみたいな <laughs>、はい。<laughs> 大ですはあ。ってことは、じゃあ、彼の上場という意識とか思いは、まず何なのかということをちょっと、うん、ぼんやりしてると思いますけど、だから、はい、まあそもそも、例えばバリエーション、あの評価で10億、20億、まあ、市場からね、そこで、じゃあ、例えば、自家商額総額、バリエーション10億、で、それの、じゃあ、 半分売りに出てて、5億市場から調達して、1億上場コストもしくは維持コスト、上場維持するだけでその調達した5億、5年で消えますってって話じゃないですか。主観事証券とベンチャーキャピタルのイグジットと、それこそ持ってるやつの。 例えば会計監査人の給料で消えて創業者それで何すんのって別になんかその1億2億3億だったら我がの金でやりなさいよなるほどその規模感ぐらいの金額だとやる意味ないですよねということなんですねいやもちろん分かりますよあの僕の,あの知ってる今 MBO して未上場になって ピピカピカの会社の社社員さんとかまあ社長さんも知ってるんですけど20、はい、場になってからちょっとローンの審査が通りにくくなったみたいなことを言ってる社員さんとかもいるから,からやっぱまだあの、ね、世の中上場企業ってブランドが通用するっていうのは分かるけど、はい、でもその5億10億の上場ミニマムなサイズの上場して、うんね、それこそ今で言うとユニコーンって でね、上場もしてないけど時価総額1,000億円でしたっけ、はい、とかを超える、はい、1>, 1兆円でしたっけを超えるような企業がいっぱいあるって言われてる中でわざわざそこを何のために目指すのかっていうのはすごい。 疑問があるというかこれは腑に落ちました昔で言えばそこの信用みたいな免罪不的なもので確実にそれを取りに行こうみたいなことがあったかもしれないけど今変わっててきるよとそれでいうと昔は株式会社ってなった時点で信用できるね役員が3人いて監査役が1人いて資本金も1000万円以上なんだよねって思われてたのと一緒でみたいな。 そうだ昔はそうじゃなかったら作れなかったから、うん、株式会社はそうっていう感じのと一緒で、うん、時代はどんどん変わってるから 1>、うん、今1億2億の調達だったら別に上場なんかしなくてもできるしはあそうかだからもうちょっと古いものの側だから当てはめて今いっちゃうと、はいはい、結構そこに圧力生じるよってことかもしれないで,す、ねはいね、でもやっぱりそのイメージというかやっぱりイメージは先行するわけじゃないですか、うんうん、ねいだからもちろん分かりますけど、うん、だからそこで本当に だったらもう開き直って俺はもう本当に風評のためだけに評判のためだけに上場するんだと <laughs> 上場する,んだ場するんだっつってあの社員が喜ぶから、はい、って言うんだったらそうだ、ね、社員に株持たせるべきでしょうかって持たせるべきだよね,そうだねって話じゃないそういうことが目的なら、はいうん、でローンも組めるようになりやすいとか社員のためだろって話だったら全然いいけどでもその代わりそうすると短期的に評価されるからねとだってあの人様の金でビジネスすることになるんで、はい。 ね、そこ大丈夫ということですよ、本当にあの長期的な投資をしてあの、今期も来期も赤字だけど、その先、しっかり今投資した分が花開きますからみたいなビジネスは、うん、上場企業ではなかなかできないよ。うんはあ、そうか、もうそこからは矢面に立つわけだからね、常にさ、ね、ら、はい、されるから、まあ。有名なので言うと、例えばサイバーエージェントの藤田さんとかは、うん、ずっと上場した時のキャッシュをあのちゃんとねあの、配当しなはれって。 村上ファンドの村上さんに言われたりとかしながらもあのの時のキャッシュがあったから5年だか6年だか7年だか忘れちゃいましたけどね、アメーバーブログがメディアになるまで60億だか70億だかのこれも調べなきゃ分かんないですけど調べとけよって話ですけどいやいやいや分かりますよ、大体そのぐらいのことはきっと。もんは赤字垂れ流しながらなんとかメディアにできて今、黒字だけどっていう。 それ普通はできないですよね、よねあれは、これはもうさすがに自分のお金、ドッコロナ禍のぎりぎりのとに、うんあの、大量な資金調達ができて、はい、大型な上場ができて、社内に大量なキャッシュがあって、うん、っていう状態だったからよかったけど、これ、5億、10億のよくわかんない上場して、うん、あんな、例えばね、テレビみたいな番組を、ね、スマホで作りたいなと思ったとしても、無理ですよね。 その会社10個上場させないと、今年のあの e m マ t v の赤字埋められないですよね、たぶん。いや、確かにそういうことか。はあ、い、だからそこまでの何かのビジョンとかそういう考えがあってのことなら意味ががあるいずれは会社を大きくしたいと思ってますっていうのが、なんでかも分かんないし、どのぐらいなのかも分かんないから、あんまり、ね、ちょっとざっくりしすぎだけど。 そう,あのそうね、この質問も会社をじゃあ大きくしたい理由は何って、<か>あなたの収入を上げたいの、それともっていうね、なんか書いてないですからね、これだと、ね、だ会社を大きくしたいって言っても、本当にいろいろあるじゃないですか。うん、となると、この方への質問によっての答えは、まあ、だから会社を大きくするの定義がなかなか難しいですよね、はい、売上が大きいのもあれば、はい、社員数が大きいっていうのもあれば、だから社員にも株を持たせる、まあ、本当にいろいろだと思うんですけど、はははうんね。 なんでかなみたいなのもあるんですけどか、ねうん、なんかだから今さっき聞いていたイメージだけでもしそれを思っているならそんなに今はメリットみたいなものってないと思いますよっていうアドバイスの方がいいですかねだから大きく上場するとかだったらいいと思うのと、うん、あと何ていうんですかねうんメリットがないとも言わなくて、はい、えとじゃあ例えば僕今 M&A とか買い手側だと多く多、うん してるけど、売り手側でイグジットで M&A ってあんまりしてないんですよ。理由はあるんですねじゃあ。あるんです。そこが、うん、例えば上場で言うとメリットって言われるのになるかもしれないですけど、うん,うんとちょっと専門的というか若干分かりにくい話になるんですけど、PER っていう指標があって、うん、まこの指標がだいたいあの利益のあの株価時価総額が何倍かっていう。 指標なんですけど、うん、上場企業は PER 大体いい業界いろんな平均があるけど大体いいざっくり20倍だねみたいなのが昔からもうそれどのぐらい昔っていうと僕があのデイトレーダー時代に覚えたぐらいのいにしえの昔からの指標なんですよ、はい、PER20 倍株とか,、まあ、だから指揮法とかにも載ってるやつですね,<れ>ね PERPBR みたいな載ってるであれは結局1億円の利益を上げた会社があった時に、えー、20億円 その会社の時価総額がついてると、PR20 倍みたいな。っていう感じで指標になってるわけだ。その会社がですね。逆に言うと、上場前の会社が1億円利益出してたら、大体20億円ぐらいの時価総額で評価されるんじゃないかみたいなのが、そういうふうに見るわけだ。1個、評価のうちの基本の1つなんですよね、考え方として。で、じゃあ、例えば20株、その会社の株。 が発行されてるとしたら1株1億円じゃないですかいそれを全部持ってたら山田さんが全部持ってたらその会社の山田さんが今経営者です半分売り出したら、ね、10株俺に売ってくれたら10億円ですでもまだ山田さん半分持ってて経営握ってますみたいなでこれからもやり続けられますみたいなのが、ね、例えば上場あの1億円の利益を出してる会社を上場させた時の モデルケースというか、すごい適当に言ってますよ、もっと実際に考いけど、今、わかりやすい話をした方がいいから、今、本当はものすごく細かい数式を図に書いてるんだけど、みんなには見えないからね。そうよ、みんなと想像して、そうそうそう、今、ここに6ページぐらいのすごい長い方程式とね、株式算定表があるんだけど、本当は俺、ちゃんと書いてあるんだけど。書いてあるって、俺も見たことないけど。頭の中にあるから 書いてある、書いてある、王様は裸だから <laughs> <laughs> 続けます <laughs>、<laughs> 続くよ。で、1億円の利益が出てる会社は、じゃ今度、M、M&A でバイアウトしようって、うん、普通にあの企業向けに売却しようっていうと、うんうん、大体同じこの利益のとか、イビッ t だとか e ビッ t だとかの5倍から7倍って言われるんですよ。そうすると、5億円から7億円で売れるんです、この会社。 5億か7億で同じ1億の利益が出てる会社を売るか20億で売るかみたいな話になるんですよだから売るイグジット取るって考えた時はもう IPO の方がいいですよね上場の方がいいですよねそういうことになるわけだだだって同じものを売るのに業界平均的に5億から7億ぐらいの値がつく M&A と 20億ぐらいの値がつく上場だったらそっちの方がいいわなその代わり5億から7億の値がつく M&A に関して言うと、うん、これからもエロ本買えるあ<ー> <laughs> 一気にまた例えが <laughs> それどういった大きな会社なんだろうなそれは <laughs> な言ってることはすごく小さい <laughs> なるほどでも20億の上場を取ってしまうと、うん、そうもう う買いな目線外されちゃネットで見てもらうしかない DMM だったあかんはあ分かりやすいでもそうかそこをもうちょっと考えたりもした方がいいよねと同じ資金調達とか EXIT ってなった時に例えばメリットどこって言ったらそこなんですよだから僕は買う側で言うと上場企業を買おうとすると20億かかるけどはい MA だったら5億から7億で済むから、うん、MA ばっかりしてるんですよ、最近。はあ、そっちの方もよっぽど、うん、まあ、もちろんまだその先もハンドリングもしやすいし、しうんはあ、で、少し、まあ、それも抑えられるしと、その先に出てくるキャッシュみたいなものも、はいはい、でもちろん、あの結局その、やっぱ上場 IPO って狭きもんなんで、うん、どうしてもし主幹事証券とか、いろんなね、無限大にやれるわけじゃないんで、はいはい、もう。 とっくの昔にアメリカでは EXIT の手法があの1対9で9が MA になってるんですよ、昔は日本も 1>,、うん、あの1対9で9が上場だったんですけど EXIT って言ったら今、だんだん MA が増えてきててだそれはそういう理由なんですよね。今もう,あのう別に MA は文庫が開かれてるんでん、ね、いくらでもマッチングすればで,できるんで、はい、即決できちゃうしって。 会社を大きくしたいっていうのは、その時に自分がそこでも社長でいたいのかとか、手残りが欲しいのかとか、悠々自的に、前回の話じゃないですけど、不労所得を得て、もうリタイアしたいのかとか、いろんな理由があるじゃないですか、会社を大きくしたいっていうのも。社長で残りたいのかどうかも、今だとかかららないちょっと、ほわっとした質問だから、ほわっとした概念論で返すしかないけど、例えばそういうところを理解して、 上場した方がいいかかななって悩んでるかなとかっていうこともね、もしそうなっていれば、もっとそっち側のアドバイスもできるしね、はいそ、そうか、バイアウトみたいなものも目的の上での大きくしたいものだったら、それによっても、それこそ資本政策じゃないですけど、社員に株持たせた方がいい、持たせない方がいい、<ー>もう変わってくるし、ベンチャーキャピタルに持,せた,持たせたほうがいいね。 山田さんと俺に持たせた方がいい<ー>。うん、ちょうだいちょうだい。<laughs> <laughs> ちょうだいって。株ちょうだい買わなきゃダメだ。そうだそうだ。ただ、うん、で買ってあげて、うん。山田さんには1万円、<ー>俺には5000円で。あれおかしいな。<laughs> <laughs> ここの差,差分は何だっけ <laughs> なるほど。 そうだねだからそういうビジョンももう少しまた分かってくると一気にまたアドバイスもより本当に細やかにできるので全然 LINE くれればするよありがたいいいですねこれこの方もやっぱりサロンに来てもらった方がいいかな前回からねもうんかもう安いよね誘導するよやっぱりもう話尽きないものだってっていうかねむしろ山田久志が毎回通いたいからねこのサロンに早く本当ですよ しかもあれですからね、その一万円のオンラインサロン代はプロビジョンの飲み放題まで、アフター10パスポートまでついてるんですってよ、うん、山田さん。そうなんで,で飲めるんですよ、えー。えー、お得。<laughs> <laughs> いやこれ何、下クリックしたら今もう帰る。<laughs> そんな <laughs>。 そんなポッドキャストにはなってないと思う <laughs> いいなこれ <laughs> そのままクレジット決済できたらすごいけど <laughs> まあでもぜひねまたちょっとこれもしかしたらもう一度この人質問来るかもしれませんので,でより細かく何かもしビジョンがもし伝わってくれた時にはまた来なかったら俺の友達だと判断して次から答えない <laughs> いやいや本当ですよねこれね漠然としすぎててもはいはいまあでも確かにあみんなそうなんでしょうけどねでもそうだと思いますはい、はい やはりこう初めてベンチャーで何か立ち上がって、ね、友達がどんどん参加してくれて、やっと会社になりました、はい、まあこれ、ほら、第1回目、第2回目とかのひでちゃんの話もそうでしたが、はい、やっぱり。 何もやってくきてない、ゼロからの人は、はい、正直、会社というよりは、会社ごっこみたいなとこから始めていると。そわ、ね、からないですよね、こだに俺もね、のあの金持った中学生みたいな生活してますからね。<laughs> いや、本当ね、そこがすごいんだよな。それとごっこみたいな生活してます。うんはい。本当にね、別に、なんか太ってもいないし、いきなりダブルのスーツ着始めたりもしてないし。<laughs> 別に金のジャラジャラつけてるわけでもないし。<laughs> 本当にね、でも今新しい形ですよ新しいタイプのねこういった社長の方代表の方が増えてますからそういった方のアドバイスもぜひ皆さん聞いてみてください <laughs> 本日はもうお時間来てしまいました西村秀信の社長工場毎週1000万投資と題しまして実は情熱を持った企業家へエンジェル投資も行っています詳細は第7回そして第8回の放送をお聴きください 番組への質問、ご意見、社長工場のホームページ ceo-factory.com からお問い合わせください西村さん、本日もどうもありがとうございましたありがとうございました <laughs>